帽子暑くない？いや、また昨日とちょっとね雰囲気変えたかったからね。かぶってんじゃん、この人もかぶってんじゃん。今日めっちゃいい天気やから、めっちゃいい天気。ファッションセンスないのは仕方ないけど、その帽子ハットは季節外れが過ぎねえ。ダサいかな今日。無難だけどね、無難な格好だよ。ほら、そんなね、人気もなくてマイナーな人の名前ばっか出さないでくださいよ。もっといるでしょ。なんでそんな身内ばっか相手が野田総理話してとかさ、いつでも入るでしょ。ニコニコの可愛い子を写した方がよっぽどいいって。頭臭くなるだけ、どういうこと？帽子かぶって頭臭くなるって何？なんで時静かなの？いつでも会えるでしょ。なんならお金もらって会うわ、うん、何でもやっちゃ、まだあと2回分あるから。帽子暑くないよ、日陰にもなるし。今日も6時までかな。毎年ねハロウィンみたいにモテモテなんだけど、町会議やっぱねニコ生で人気ならないとね。でニコ生とニコ動ってやっぱ界隈が違うからね。ニコ動で踊ってみたとかで人気な人がめっちゃチヤホヤされる。可愛い子たちもね。その帽子今日一日言われちゃうね。ずっと突っ込まれるんかな。最近でも寒かったけどね、今日は暑いけど、うん、最近寒かったから。素材が冬、ああモコモコだからね。でもこの色合いがいいんだよ、あとモコモコ具合が可愛いんだって。悪魔のオーキューピー思い出してないですね。どういうこと？悪魔のキューピー、こんな帽子。ルイージの枠でやっちょ待ってた。ああそう、ずっと見てたからね。ちょ見すぎちゃって、ちょっとここ来るの遅くなっちゃった。昨日1時前来たけど今何時だ、もう2時前か、まあ、言うて1時間ぐらいか、うん、なんか朝の方が激アツだよね、うん、昼間なるともうだれてるのかな。今年は少ないよ人数、年々なんか人気なくなったよねこのイベント。あ、ダッスも来てんだ。昨日はツイキャスとか小町あったけどね、ちょろっとしか絡まんけど、そんな長々絡まへん、ちょろっと絡んだら終わりや。昨日はカレー食べたけど、今日は荷物ね、カバンすら持ってきてないからね、本当にサラーって言ってサラーと帰ろうかなみたいな。なんかエミ太郎があれでしょ、しきちゃん家行ったんでしょ、俺があんだけ誘っても行かなかったのさ。ね、リレンちゃんとなんか3人で、女性3人かな。キスマイの宮田くんいるの、まあオタクだもんね、あの人も。すごい髪色すごいね、青くて。あれ意識してんのか、ボーカロイドの初音ミク。トトカハム太郎ね、毎回いるよね。あれバズらんかったかな、まあ、で昨日踊ったやつもコココってやつも1万再生しかない、あれもバズらんかったの。もうちょっとみんなさ、ハートとコメントぐらいしてよ、義務付けて。どんどん俺落ちぶれてくんだけど、みんなのせいで。宮田くんいるなら佐久間くんですね。ねえ、ジャニーズ来てんの？羨ましいな、モテモテは。ジャニーズってだけでモテるからな。
本田ちゃんも結局あれなんか髪が乱れてないからそういうのをやってないよみたいに言ってたけど、普通にもう2人とも公認でフュージョンしたって言ってるから、ね、そう、もう会う時にもうそれ覚悟してたんだよね。でえなちゃんだけは 100% やってないのにやってないって俺に言ってくんだよ。いやいや、イチャイチャね、えなちゃんとルイジがやってたら子供がぐずるからねって言ってたよ。うん、それ俺も経験あるから分かる。そう、子供がなんかこうなんか入ってくんだって。そう、起きててだからジブリ見せたりとかしてね。そう、でもなかなか寝ない。しかもその配信の時もそうだけどさ、うん、配信してない時もそうやけどね、もうイチャイチャしてたよその段階で。配信時も配信してない時、うん、何ぐちぐち。でも一番好きなのは深夜ちょって言ってんの本田ちゃんは。フュージョンありきのコラボか、そりゃそうでしょ。そういうのしないと。それをするために町会議も来てるけど本当にモテない。いや2日目で明け合ってね、ちょっとねかそり始めたな。まだな、ゴールデンウィーク1日目は 2K まで行ったんだけどな。700人か。なんか閲覧少ないと人と会いたくなくなるよね。なんかこの戦闘力で見られるから。え、何見てんですかって言われるんじゃない。なんか隠したいな閲覧数。隠せるモードないかな。閲覧を隠したい。石川のりきも来てるらしいな。いいよな、のりゆきですら人気者だからな。人は見た目じゃないんだよ。ビッグニートとか来てないのかな。去年あったけどビッグニートも人気やった。ビッグニート似てんなあの人。ちょっと似てる。四季はクジラ、あ、言ってたね。ナイスが暴露でしょ。あの、あんま TikTok で言えないけど、ベッドがすごいね。あんま言えないの、なんて言えばいいのかな。まあ洪水だよねしかもナイスになんかこれ持っといたらいいからっつってのハゲ薬のあれで影響でね、使い物にならないとか言って。当日券で1枚3900円でございます。はい、すいません。1枚お預かりいたしましたので、6100円のお返しでございます。川崎6000円のお返し。こんにちは、どうぞ。あんた100円ですね。こちらなんですけど、人気再発行できませんので、お気を付けください。はい、入り口いっぱいになるんですけど。はい、大丈夫です。ありがとうございます。なんかでもね、まだ、しきちゃんはね、なんか、やね、私がやっちょ行くからみたいな感じで、ね、最近結構なんかやっちょラブラブな感じが伝わってくるからまだいいよね。そう、エミ太郎も行くって言ったらさ、エミ太郎こんといてみたいな、エミ太郎行くんやったら私行かんとか言ったりとかさ。そう、なんか東京にまた来るらしい、ハワイ来る前に。でやっちょんち行くから何日とか言って、もう勝手に決められてたけど、いつ来るんだろう。12日の前に来るらしい。大阪の女来たでってどういうこと。大阪の女、なんか恩田ちゃんはでもめっちゃ俺のこと一番好きって言ってずっと配信見てるらしい。昨日俺が町会議でやってた配信とか言った言葉とか覚えてたから、まあ、あ、見てんだって思って。で2番目がしきちゃん好きらしい、恩田ちゃん。で3番目がルイジ、あ、えなちゃんね。えなちゃんもね、ちょっとでも太りすぎたな、ずっと引きこもってるからね。俺が会った時もうちょっと細くて可愛かったけど、ちょっと美女が劣化してるぞ、うん。まあ、言うてね、えなちゃんも恩田ちゃんも遠いのよ、都心から。梅田難波から遠いから、そう、結構1時間半とかかけていくよね多分ね。そんなかかってなかったかな。とにかく田舎なのよ、まあ、それもあるよね、行きづらいっていうのは。そう、だからえなちゃんからも
本田ちゃんもブロックするの合わないのって聞かれてさ。ありがとうございます。そう、マジ、あ、またさっきでも見かけたよ、電車で。嘘、本当ですか。そう、すれ違った。そう、名前忘れ、なんだっけ。加納ちゃんって。あ、佐野さんだよね。佐野ちゃん、佐野ちゃんしか会えないね。ニコニコ、なんか途中東京駅がどっかで見かけたんだよ。話しかけてくれるの嬉しいよね。あ、待って、みんな画質を下げるの忘れてた。みんなまた画質下げるの忘れてた。これさ、どうしよう。ちょっともう一回やっていい？ちょっとつなぎ直していい？もう一回。画質下げるの忘れてた。いつも忘れんだよね。一回やり直していい？あの、5秒でつなぎ直すから。画質下げていい？解像度。一回切っていいですか？ダメですか？いい？すぐにやり直すから、画質下げ切る機能が欲しいわ。 TikTok に必要なのは。ウーギウーギバンバンめっちゃバリピンチャンチャンチャン。いちご穴もよく見える、そんな画質いい。ほんと人減ったわ。前はここさ、こうやってうにゃ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 って列がすごかったんだよ。遅くから来てもさ、すごい列になってたけど、ほんとガラガラなっちゃったの、このイベント。ほんとそうよ、 TikTok もそうよ。あんまり視聴者を、配信者をね、無限に扱ってたら誰も使わんくないよ。規約ばっか厳しくなって、ふわっちみたいだよな。5月17日から厳しくなるって言われてるけどさ、しょうもないよな。せっかく楽しくさ盛り上げてんのに、ユーザーが、利用者もね、ちゃんと感謝しない。どうぞ空いているところにお進みください。暑いよ、はい、荷物ないからそのまま通れる。ほぼ見てないけどね、はい、ありがとうございます。よし、ね、昨日も結局地図見てないから使わない。そう、荷物になるだけやから、もう何も受け取らない俺は。全然関係ない広告みたいな、飲食店の広告ももらったし、あれはもう捨てたけど。 TikTok 家で投げる人が良ければいいのかな。あ、もうバトルだっけね。バトル界隈がいればそれでいいんだよ、きっと。外配信は外部配信でやればいいんだよ。ツイッチとかニコ生は一応できるからさ。ニコ生は人気ならないけど、多分。なんであんな若い子がニコ生やってるのか不思議だもん。可愛くて有料なのにね、プレミア会員つって。やべえ、枠取り直したら900人いたのに全然戻ってこないんだけど、この現象なんなん。飽きるの早いよ。どうやったら人気なの、みんな。1000人いなかったらちょっとさすがにちょっとね、人に話しかけられへん。1000人いたらある程度戦闘力あるなって見なされるけどさ。閲覧数オフにできるモードないですか。さすがにバカにされるんですけど、運営さん作ってください。あ、エミタロやってんのか。そう、ルイージとも言ってたんで、エミタロが裏でやったらね、昨日ヒタンとルイージと、あと誰だっけ、クロロと、あともう一人誰だっけな、なんか4人ぐらいいたのにね、閲覧800とか600なってね、全部座れるみたいな。エミリさんやってると全部閲覧持ってかれるから、ほんと辛いっすよね。そこだけあのルイージとやっちゃう結託してね、そうだよなみたいな。エミタロだから結局シキちゃんのとこ行ってんでしょ。やっぱ女が強いよな、なんだかんだな。ああ、悪者注意っすよ。絶対に10年後20年後ちゃんとやってるかって言って、やってないと思うよ。まあシキちゃんやってそうだけど、エミタロとかもう突発的に配信者引退とかしそうだけどね、性格的に。うん、引退しますって言って
唐突に結婚するんで。いや、エミタル本当強いよ。昨日もあの青井和樹ってやつ、まあ俺があのデートしてもらえないよって言ってエミタルにも青井和樹の方にも言ったんだけど、5000人ぐらい来てたから、ね、ただ何にも喋ってない、会話なくて、ただもぐもぐしてさ、まあ、たまにしたら会話してたなと思って、やっちょの話だしね、まあ、ルイジとオンダちゃんもそうやけど、もう永遠にやっちょの話してるから、やっちょやっちょって言ってる割に俺の枠つけたら誰も来ない、リスナーさんもやっちょやっちょ、配信もやっちょやっちょ、これどういう現象なの、あんだけやっちょやっちょ。ルイジと遊んでた女の子はやっちょが可愛がってる子って言ったけど、関わりあるんですか。可愛がってはないよ、ただコラボを2回ぐらいしたことあるんだよ。前回はスイッチでコラボしたから。着いた。X のこれは何の。さあ、しょうもないイベント来ました。芸能町会2024。あの子いい子そうでしたね。いい子そうかな。まあでも俺は絡まんかな、もう。やらかし待ちか。羨ましいな。時代はエミタロか。これ何？超歌ってみた。これ並んで歌えるんだ。カラオケとかそんな並んで人前で映るとか罰ゲームや。今日は台数下げたんだ。本田ちゃん雰囲気変わった。なんか変な青色の髪よりは今の髪色の方がいいんじゃない。どうしてもあの YouTuber の光みたいにツートーンしたがるけど、ツートーンしたがるけど普通の黒髪が似合うと思う。絶対なんか新野鳥一番好きとか言ってるけど、なんか野鳥的に回すとめんどくさいからって言ってるから、絶対俺がブチギレてさ、ヘイト向けられたりとか X とかでいろいろ言われるのが嫌で、そう 言わされてるだけじゃん。まあ言わされてるとか、まあ自分の意思だろうけど。本田ちゃんはね、でえなちゃんえなちゃんで超だって言いに来てな、まともな会話しないし、結局なんか鬼伝7回ぐらい俺に着信してきたけどね、新野鳥にルイジと絡んでいいかみたいな。普通に考えたら嫌に決まってるよね、やっちょのお下がりって言われるんだもん。3桁きついって、だからもう帰ろうかな。こんな戦闘地で人に会ってもバカにされる、帰るしかないな。人気の限りがよ、あざといけ。まあでも露骨に変なことするよりいいやな。超会議エミタルやっちょ、しきちゃん、ルイージでブース出したら面白そう。 TikTok もやってほしいよな。 TikTok では結構人気あるからさ、ライブ配信者は。だから TikTok で出してほしい。 TikTok の超会議、TikTok の超会議あったら 見に来るよな。介護いっぱいいるよ、いっぱいいるけど俺には興味ないだろ。若くて可愛い子はめちゃくちゃいる。だからそれでハロウィンの時にナンパ目的で来るんや。
昨日はじゃ、おー、ワイちゃんも株上げたね。カリノちゃんいない。なんか、一旦無事に戻します。仕事モードなんで。誰が？カリノちゃんが。あ、そうなんだ。あんまりなんかステージ上がってたよ。あ、じゃあ下がったね。あ、いますよ。どこ？誰が？あ、キノちゃん。あ、キノちゃん。何をしてるの？あ、あ、今から。はい。ここで？そうです、そうです。これヒドンナ、ヒドンナじゃん。ヒドンナは絡みやすい。ここで歌うの、ヒドンちゃん。そうです、そうです。これ今来たからさ、はい、昨日は結構12時前ぐらいから。そうなんですよ、昨日。あ、分かった。そうなんですね。大ちゃんマン去年もあったけど、はい、邪魔してます、大ちゃんマンで。まあ、分かんないか。ドラマだから。サダの、サダのあれで、ツバハイタで有名になった。あれで言われるぞ。めちゃめちゃ言われる。大ちゃんマン狩りとかされない。でも、来てくれる人はみんなお祝いというか、頑張ってね、みんなで。それで持ちきりです。もうユナンちゃん、ユナンちゃん。誰だいぶ心が保たれてる。そうだね。ちっちゃ落ち込んでたけど。乗り移りやってます。ラブラしてる。ちょっと見よう。ありがとうございます。タイミングや。昨日も野田くん写真は写したけど、忍法話しかけてないから。どっちが大ちゃん、どっちが大ちゃん、どっちがユノンちゃん。全く一緒の。流行ってんのかな、坊主流行ってる。ここ超会議やのにフワッチをやってんだな。お、来た、イノちゃんいた。喋ったことないんだよ。今から歌うらしい。坊主やから、坊主やから。だから分かりやすい、季節外れの帽子かぶってるのやっちょでいい。信号が機長くんが好きって言ってた。そうなんだ。モテるな、機長。東條玲奈、ユノちゃん。どんな曲も顔いらなくね。これこれこれって。顔いるでしょ、ワイプ。顔がなくてもいいよ。先生ばかりやないよ。ボディの音の声よ。帽子いじるのやめてください。ニコ生じゃなくて YouTube とかフワッチ、最近 TikTok もやるんです。ワイプで閲覧減ってそう。赤いちゃん、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 赤い
誰に言ったの？人がいなくなるから嫌だ、あの傷ついちゃう。長女長男知らない方だ。ニコなんでしょ。野鳥ガラスのハート。いや、お前たちがそういう俺を作り上げたんだ。もうちょっと人気者に仕立て上げろよ。俺がパフォーマンスやったら誰もいなくなるぞ。これ誰？男か。出ないよ。これ電波悪いな。どうしよう。白の世界声も読み上げる。知ってる人いるかな。カソッチョって言われるだろう。ここでも
ここいたら話せるかもだから大ちゃんマンの横におるか。おとなしくなっちゃったね。でもね、そういうぶっ飛んだ行動が大ちゃんマンの売りやったんだね。ここでちょっと待ってみる。戦闘力低いんだ、帰りなさい。いやいや、せっかくだから有名人にあやかりたいじゃん。有名人あやかりましょう。しかも結構ユノンちゃん俺取り上げてるからね、 X とかで。だから存在知られてるかもしれない。結構バズってるし。え、大ジャパンだよとか自分から話しかけるより確実でしょ。 DM は送ったのでもね、知ってんの。でもなんかホストっぽくて救助を誘われそうだから合わない。野田くんとはデートするけどね。新しい出会いでも、あの、会ったことない。会ったことある。あと水門島チャレンジするんだぞ。ジャベの顔だからな。メイク特にそこのレディちゃんと水を…信じこなかったね。いやーどこども。だから戦闘地は1000は欲しいな。宝箱を投げるしかない。今日も4000円昨日は課金したけどまた課金するよ。これでブーストするしかない。頼む1000人来てくれ。せめてほら大ちゃんマンの方が人気ある今や。去年とか全然人気なかった。ガラッとこれね入れ替わるから。12、3年選手でも1日で塗り替えられるこの記録。ラグイここダメだな。ここラグイからダメだ。移動するしかないな。またどっかのタイミングで会うしかない。永遠ラグイ。ここ画質下げてもラグイやん。ここで絡むとかそっちゃう。ただでさえかそってんの。電波ないからダメだ。ここなんでこんなが、なんでなの。下げてもこれドコモの方がいいのかな。ドコモでテザリングしてみるか。ドコモに変えてみる。 5G なんだけど、 5G だから絶対こっちの方がいいと思うんだけど、なんでこんな電波悪いんだ。どっちがいいんだこれ。あ、閲覧増えた、よかった。閲覧増えた、やっぱ電波のせいだった。電波悪いとこに行きたくないからな。かわいいな。かわいいな。新八丁って知ってくれてた。すごい出てくるよね。かわいい子。ナイフかなと思った。ナイフの将来。コミュ障すぎて深夜町って言われてもね、通り過ぎます。かわいすぎて今大丈夫。これがオタクの
ニコ生です、皆さん。これがニコ生。わかる。全然違う。ああいう二次元に走るんだよ。あの、俺みたいにリアルな可愛い子を追い求めてもね、叶わないから、もう二次元に走るしかない。二次元に走るしかない。骸骨じゃあいつら上がるからね。そうするしかない。新野町のブランディングが今下がりつつある今。あ、こんにちは。じゃあ写真撮って。あ、いいですよ全然。会ったことある人かな。10年前ぐらい。そんなに。石川のりゆきの。のりゆきの時に。さっきいたけどね。もうちょっとクイッてしてほしいから。これぐらい。なんかねアングルがね。はい。ありがとう。ありがとうございます。いいです。このブースで踊ってた。そうなの。知ってる人がいるとね安心するけどな。アスカラングレね。コスプレとかやっぱね可愛い子しか許されないよ。かっこいい人、変な人がやってるとやっぱね叩かれる。せめてこうやってマスクしてごまかすから、はい、ワンピース、ワンピース、ゾロ、チョッパー、呪術廻戦か、呪術廻戦。あ、これなんだっけ、ポプテピピック。メンズの人気？人気なの？そう、コインでなんとか。あ、よかった、 1.5K だ。今ユノンちゃん会いたい。今石川紀之とユノンちゃん会いたい。今じゃないと、下がる前に。ちょっと今のうちに1000人、エミタル終わった、もしかして。エミタル終わった。なんでこんな増えた、急に。倍ぐらい増えたんだけど、なんでこんな増えた。エミタルが終わったのか。やっぱそうか、それだよね。やっぱエミタルのせいなんだよ、これ。閲覧が少ない。エミタル切ってきたのか、やっとか。こう言ってね、ほらもともとこうだから、エミタルを宣伝しすぎた結果、諸刃の剣やん。エミ太郎は閲覧取れるけど、自分のリスナーまで吸われちゃうから、宣伝しすぎた結果負けてしまってる。これぐらいいないとテンション上がらんわ。また着いた、もういなくなるじゃん。もうせっかく町会議で、ずっと切っといてくれよ。町会議で人気ないとかやだよ。エタ切ったら勝手に映った、ここに。あ、多分フォローしてるから。見たくもないのに飛んできたってやつ。閲覧見ようにしよう。 1K いないとちょっとね、あのテンション下がっちゃう。星の子、多いうちにちょっと有名な人に絡みたいな。星の子じゃん。シールでも貼って見えないように、まあ、それな、黒いガムテープ欲しいな。これクオリティ高い。でもネズミ男のミッキーはネズミ男やろ、あれ。踊ってみた、歌ってみたがやっぱ人気なんだよな。昨日よりでも今日の方が活気づいてる気がする。心なしか。石川さんとこ行きなよ。さっきすれ違ったけど。エミタコマドに来てもらいなよ。エミタドコマドに来てもらって閲覧ブーストさせる。誰が出てる。黄色い車いいよ。まあ自分が買うなら黒か白だけどね。
昨日と同じデザインかな。好きな人は好き。蘭丸と外配信やめさせようとレオが警察に電話。ヨシキが室内配信するまで切らないと大変です。全然わからん。ヨシキって誰。まあでも誰かのせいで規約が厳しくなるってはね、俺も言われたからね。やっちょのせいで、金梅のせいでとかさ。確かに TikTok は蘭丸が連日警察と外配信で閲覧取ってるわけで、それは実力じゃないって言われるのは仕方ないよ。普段がそんな閲覧いないってさ、S グループのせいって言われるよね。SS グループって前は言われたから、深夜中仕切る。でも俺炎上しないように頑張ってんだけどね。ボランティアしたりとか、こう町会議来たりとかね。もう帰れ、帰るか。誰にも会ってないぞ。大ちゃんマンぐらいしか会ってない。見たらわけわからないことしてる。逆にわけわかることしてる時がないでしょ。わけわかんないことしかしてないって。帽子でやっちゅうがわかんない。まあいいよ、どうせ昨日も声かけられてないんだから一緒だから。グッズとか買おうかな。でもカバン持ってきてないからさ、本当に気のみ気のまま来たこれ。何にもない。いつもとちょっと格好違うしな。でも結構今日は声かけられるけどね、深夜中。喋ってないけど通り過ぎてった。マフラータオルね。バスタオルとかマフラータオルは欲しいな。高いのかな。超大粒。みんなグッズがいっぱいだ。エミタル 2.5K もいる。ルイジもそれぐらいいたよ。おお、びっくりした。はい、大ファンです。ああ、ありがとうございます。あります。はい。あ、写真撮りますね、せっかくなので。あ、お願いします。あります？あ、はい、あります。はい、撮りましょう、撮りましょう。お願いします。ありがとうございます、声かけてもらって。女子には声かけられへん。そうなんです、ね、男ばっかりだよ。ずっと見てました。ありがとう。あ、TikTok も？はい。あ、嬉しい。よかった。待ってくださいね。写真。これね、声かけられると喋りやすいね、やっぱね。うん、お、もしかして、マールちゃん？はい。あ、なんか昨日と全然違う。深夜っちょさんですよね。やっと会えた。あ、ね、嬉しい。すごい。ずっとツイキャスで見てたんで。マジで？はい。なんか DM も送ってね。はい。ちょっとなんか 3人ぐらい並んでたから並ばずに行っちゃったんだよ。あ、ちょっと写真いいですか。あ、いいよいいよ。え、女の子、あ、撮りましょう。僕撮りましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。撮れた。はい、このなんかキラキラなんなんですか。いや、なんだろうこれ。これ動画ですか。すいません、嬉しい、ありがとうございます。動画な、はい、何 TikTok などうしたい。違います。何をしたい。何か喋ってほしいなと思って。まるちゃんはね、18歳未満の時にも連絡したんですけど、はい、やっと合法的にデートできるんで、はい、デートしてください。デートちょっとされないかもしれない。ダメですか。はい、好きです。ありがとうね。ありがとうございます。どこに乗んの。どこに乗んの。あ、なんか何ストーリーかなんか。いや、なんかちょっと思い出です。あ、そうだ、はい、リポストしたいな。写真僕も撮ろう。これ TikTok ですね。TikTok は。そうなんですね。そうそうそう。よし、これで3、2、1、はい、ありがとう。なんか髪普通やね、昨日と違って。昨日は適当でした。適当なんだ。今日はなんかブースは出ない。あ、出ない出ない。あ、じゃあもうプライベートでブラブラ。あ、そうです。そうなんだ、はい、東京の人。あ、大阪です。大阪ない、はい、なるほどなるほど。結構いるけどね、大阪は。
あ、俺もね、最近も福岡とかタイとかいろいろ行ってるから、大阪もよく行く、一応兵庫なんで、地元関西なんで、ね、すごいね、18歳の行動的でね。そうなんだ。じゃあこっち泊まって、今日も遊んで、明日帰る、今日帰る、今日帰っちゃうんだ、はいはい、よかった、会えて、はい、よかったです、ね、配信頑張ってください、思います、はい、また見て、はいはい、実はライバーやってまして、あ、ライバーやってたんだ、キャバクラ2店舗の店長の林店長と申します。林店長、はい、よろしくお願いします。らしいです、皆さん TikTok やってるみたいなんで、林店長で検索ね、してあげてください、はい、お願いします。ありがとう、全然乗せてくださいね、はい、いや、ラッシュできたね、そう、まるちゃんなんか髪もそうやし、メイクもしなかったな、ノーメイクでノーセットで、あの可愛さだから、昨日はなんか髪巻いてたの、お金持ちじゃないけど、早くシケハウス行かないと閲覧が、いや俺一人の配信がだからできなくなっちゃうよ、絶対シキちゃんから見たらいないと閲覧取れないってなっちゃうじゃん、このままだとなってるけど、それがダメなんだ、オワコンの始まりだよ。お相撲、そこはね、アメリカマリナリさん、お相撲さん、これから式ハウス行くね、ちょテロッピで釣るしかないな、式ハウス行くって、じゃあちょっと釣るしかないね、帽子ください、なんでやん、帽子取りたくないよ今日、ほらぺったんこだからやだよ、エミ太郎と復縁がいい、もうエミ太郎と付き合うしかないか、俺が生き残るにはね、ルイージみたいに結婚して離婚して子供作ってひっついたり離れたり、ゲップしたりするしかないの、それが一番一番取れるか、子孫を繁栄することがやっぱり大事なんだな、バズるには、赤ちゃん目当てで見るから、メスコラボ飽きた、いや飽きたって言われても何をしたらいいのよ、ボランティアしても2000人も来ないんだと、いやエミタルの話にしないともっと閲覧下がるんだって、残念ながらやるしかないじゃん、それでなんとか首の皮1枚でつながってんだから、ジョリーと結婚、いや向こうが無理でしょ、俺が望んでも、なんかメンチカの人みんな金髪やな、なんか金髪流行ってんのかな、ハウキ君もそうだし、エミタウシキさんのフワッチのコップ割っちゃった、そうせめてあのブランドのあの2万か5万するコップ割ってほしい、そっちの方が面白い、いつも俺が使ってる、エルメスだって、エルメスのコップを割ってほしい、卵ポケット体幹キャッチ、なんだ、頭でキャッチするの、それ面白そうや、上からチキンラーメンの CM ソングが流れます、ポンポンポポンのタイミングで上から卵ボールが流れてきます、皆さん着用、これやりたいの、チキンラーメンもらえ、それではスタート、難しいね、ここもパクリやし、この曲のチョイスもわからんし、これからチキンラーメン
CM ソングが流れます。ポンポンスポコーンのタイミングで上から卵ボールが流れてきます。皆さん着用中の面会ヘルメットの卵ポケットでキャッチしてください。チャンスは4回あります。メタル式にめっちゃ切れられてる。卵ボールの数に応じてチキンラーメンをもらえますので頑張ってください。それではスタート。難しいんだ。入った。女の子の方が見えないのか。やりたいな。これ どこに並んでんやろ。え、結構並んでるもん。これからチキンラーメンの CM ソングが流れます。めっちゃ並んでるくない。いくらなんだ。500円。横にこれ置いてやってもいいですか。セルカ棒。店員がちょっと店員が足っちゃって。あ、映っちゃうからダメだ。店員が足っちゃって。あ、店員がいっぱい？もうちょっと。あ、今できないんだ。終わっちゃいました。今日一日もう全部終わりとか。また時間後。あ、景品がないんだ。あ、調整するんだ。とりあえず受付は閉じてる。あ、閉じてるんですね。 OK。 よし。なんでじゃあ説明したんだ。ご飯がある。景品がもうないか終わりだって。結構人気やねんな。これなんか体感できるやつが面白いよね。できないって、まあ、もう言うて今3時ぐらいやるから。なんか食おうかな。やっぱこういうのって女の子とデート風に行かないとつまんない、ね、客なんとかもなかなかされんし。毎回おせえ。なんでつまんなかったもん昨日早く行っても。つまんないんだって。アベレージ700だよ。昨日はカレー食ったから違うのと全く同じだよ。めっちゃ並ぶよ。タヌキいたね。別に写真は撮りたくないから。マールちゃん会えただけでもいいよ。昨日はミモレモンちゃんと話せたし。やっぱね、可愛い女の子と会ったり喋るだけで、それだけで幸せ感じるの男は。いいな、ルイージモテて。ルイージみたいな顔になりたかった俺も。新やっちゃん新しい顔よ、ズギューンっつって。ルイージの顔に入れ替えれないから。身長も、身長と顔取り替えてほしいな。なんかやる。みんな見せ物小屋の猿じゃないんだよ。牛タンか。すごい青い人がいる。誰？ひどんないた。目立つな。フワッチだからバンになるだろうな。フワッチやってなかったらね。それこそ TikTok やってほしい。頭が真風。改めてボケらが目指す。それ京一面白いわ。京一、京一面白い。どうしよう、先に食っちゃおうかな。いろんな目立つ。でかいし。禁断のパイナップル料理手出すか。絶対美味しくないけど。台湾料理なんだ。
こっすか。絶対美味しくないけど。台湾料理なんだ。味が違うのかな。並んだ方がいいのかな。あそこすごい並んでる。幻の牛タン。こっちは並ばずにすぐ来る。並んだ方が美味しいのかな。そうだね、みんながタップとかギフトユニバとか投げたら多分おすすめ乗って閲覧増える。トップランカーとかほぼ面白くなくてトークスキルもないのに閲覧多いわ。それがおすすめに勝手に出てくるが閲覧多いんだよ。それユニバー閲覧上がるやろ。だから何にもないけどユニバーを投げるような枠投げで。ネギ塩だれ、こっちのが美味しいのか。じゃあ並ぶか。すぐ食える牛タンよりもすぐ食えない牛タン食うか。あんま美味しくなさそうだもん。ここ行っちゃうか。最後尾どこ並べばいいですか。後ろですか。最後尾の人がこれ持つ感じ。あ、僕が持てばいいですか。そうですね。で、ちょっと後ろに来た人に渡してください。なるほど。斬新やん。俺の後ろ誰か来るかな。あ、後ろ、はい、どうぞ。こんな感じで、あの、最後尾が見えるように、どうぞ、私。ひどいな、まだ並んでた。並んでるけど、結構時間かかる。斬新でした。そんな並ぶほど美味しいのか。ちょっと安売りになってるから。1000円が700円、800円が500円になってる。これ説明もらわないと分かんない、ね、美味しそう。さっきの並ばないやつよりはいいから。やってないんだ。気づきそう。気づきそうじゃん。何税金？税金払ってるから税理士から連絡あった。税理士から連絡ないだろうじゃん。取り立ての電話あっただろ。並ぶとこと並ばないときの差がある。こっちはすぐ食える。ここめっちゃ人気ある。牛タン丼。幻の牧場牛タン。ファイナルセール。全品300円だ。なくなり次第終了。だから安いし、人気なのかな。80K。あ、ニコ生でやってんの。えらいね、ちゃんとニコ生はニコ生でやると。ちょっとブーストさせないと、またお金を貢いで2000円課金するしかない。じゃあ 1K じゃないと人と会いたくない。 1K 以下だとちょっとバカにされる。オワコンって言われるから。4000円使っちゃったよ今日。昨日に続いて。はい、少し前にお詰めいただきます。パパパマールちゃんが可愛いな。18だから合法的なんだ。あんましつこくすると嫌がられそうだな。多分タイプじゃないんだろうな、俺のことは。
俺の顔タップしといて。決して忙しくはないけど、あんま長くは絡んでもらえない。展開作る難しい。だ基本だからしきちゃんみたいにやっちゃやっちゃやったらさ絡みやすい。あそこしか持てない。でもあそこがトップだからね、TikTok。トップの人にやっちゃやっちゃって好かれてるのめっちゃいいよ。絡んだらなんか1万人とか8000人いくからさ。ニコ生の子は可愛いけど、ナイフみたいになると嫌われる。だから喋りすぎも良くないんだよね。だから難しいよね。意外に喋らない方がモテるんか。嫌われトップ、俺が嫌われとんかな。いや DM 送ったんだよ。DM 送った、まあ、ちゃん当時16ぐらいの時から連絡取ってるから。他にもでもニコ生で会いたい人いたんだけど、これいくらだ300円。これあれか、どんぶりじゃないのか。どんぶりがいいよ。牛タン飯、幻の牛タン。どう違うんだ。幻の牛タンも1000円、幻の牛タン飯も1000円。牛タン飯、牧場となんか違うのかな。ちょっと癖けどね、まあ多分ね、アイロンで伸ばしたから毛量が多い、毛量が。ちょっと田舎の子あるある、垢抜けてない感じが逆にいいかも。なんか田舎っぽい子好きな、芋っぽい子。俺はなんぼだ、700円。チミ毛量、悪霊退散、その毛量じゃん。イベントもこれ渡されるだけ。牛めし、牛めし、座ってくを。このマールちゃんがいたとこで食べるか。さっきこうマールちゃんが食べてたところで食べますね。マールちゃんのぬくもりを感じながら。それはいいでしょう。喋りかけてないから。怖えよ。何が怖いの。ただいた場所で食べるだけで何も絡んでない、危害は加えてないじゃん。何もね、18歳だから別に何したっていいんだから。何がやばいの。ただ可愛いからいいな、ここで座ってたんだなって。俺も同じとこで。いただきます。ルイージ来た。ルイージ来た。今日の夜はバンビちゃんっていうことデートらしい。いいな、連日フュージョンばっかり。俺なんて町会議可愛い子いっぱいいるけど誰にも声かけられない。飯食うしか、焼け食いや焼け食い。いただきます。ルイージどこ。ルイージあのコメントしないから、ね、ただ入ってきただけで多分もう見てないかもしれない。本田ちゃんとはもう別れたから。いただきます。牧場の牛タン、あのおばさんの影響で女脱げちゃった。
けちゃう。もっと若くて可愛い子に人気出たい。どうしたらいいの？これこれみたいな層がいいな。普通やん。昨日の食べたすき焼きもあんじゃん。あのサブスク限定でやった時、あの時美味しいって言ったけどさ、あんま美味しくなかったって言ったけど、二度と行かなくて1万6000円もしたけどあんま美味しくなかった。そう、みんなが結構美味しそうって言うから美味しい演出したけど、あんま美味しくないなと思いながら食って1万6000円もして、分かるって。かわいく人気出るように配信したらええやん。打撃に配信しといて。どういう配信すればいい？分かるって可愛い子が TikTok は見てると思うんだけど、エミル意識は人気なのに。牛タン、どうやって人気なのじゃん。生まれかけた。なんか来た。タヌキに生まれかけた。まだタヌキの方が人気やわ。やけ食いするしかない。美味しい、熱くない。タヌキ人気が負けてる。キミタロとベビッチョ作ろう。それが人気になる秘訣。で、たまに子育てしたらいいのか。ドラゴンボールの孫悟空も孫悟飯とか孫悟天とか作ってもさ、人気は劣れんかったもん。関係ない。ヤッチョの子育て本奮闘記第2章。一覧かわいそう。どうやったら1000になるの。こっち4000円も払ってこんなんだよ。
オンダちゃんもやってんじゃん配信192人。ルイジいなくなったら下がってるね。エナちゃんもやって167人どっちも100人台か。結局売名してもその人を見たくて見てるから、エナちゃんとかオンダちゃんを見たいって人を増やさないと意味ない。今も俺もしきちゃんエミ太郎がいた時は閲覧多いけど、しきちゃんエミ太郎見たいから見てるから、ね、閲覧がね。深夜中で見たい閲覧増やしたい。家雑の方が人多いんだけど、一時期俺もね 2,3,000 ぐらいとかさ、家雑ただの家雑でも 8,000 人 6,000 とかバンバン叩き出してたけどね。この2ヶ月前とかタイ行く前とかめっちゃ人気あったけど、タイに行ってからなんか人気下がったの、なんでなんだろう。四季のせい、四季ちゃんも俺も閲覧下がったの。人と絡みすぎるのもある。人と絡まないとだって閲覧取れない。タップ頑張ってます。向き ゴールデンウィークだから。いや関係ないだろ。じゃあエミ太郎のとこなんで4000人見てんの。たまたまゴールデンウィークじゃない人が見てるってこと。そんなバカな。エミ太郎が枠切るだけで一気に1900ぐらいまでいってたの。だリスナーの層が被ってんでしょ。エミ太郎やってなかったらやっちみるかなみたいな。やらかし待ち、まあ、俺がクリーンになったからやらかさないっていうのはみんなの中で把握されてしまったからな。平和にやってるから。3時半ラーメンも食いたいからラーメンも並ぼう。これゴミ箱どうしたらいいんだろう。これ人気すぎてさ、ここがゴミどうしたらいいんだろう。そんな美味しくなかったけどな。普通やろ。ゴミ捨てたいな。あ、あれあるな、ゴミ。いいね、今年はちゃんとゴミ箱設けてて、ここに捨てていいの。ここで捨てていいの。タイムセールだからラッキー。ちょっとラーメンも食おう。これラーメン自分で作らなあかんのかな。並んでいいのかな。すごめん身長すごめん。すごい。これ新製品トッピングとか入れれるのかな。やめてよ、もう閲覧落ちた。加速点6種類結構種類豊富やん。細麺、中細麺、太麺、極太麺、平打ち麺。うわこれめっちゃ、どうしよう。カップラーメンでこんなに。最近味噌食ったからこってりがいいね。こってり醤油か。こってりの醤油にしよう。白菜、九条ネギ、シャキシャキもやし、野菜たっぷりのが美味しいんだよ。シャキシャキもやしとデカ切り白菜とどっさり九条タネギネギにしよう。麺どうしようかな。細麺、太麺、どれがいいの。おろしニンニクあり、なし。どうしよう、リアトツとか
ありだと臭いって言われそうだからなしにしとこうか。人と会った時に広められるから、ね、無駄草履もなんか臭いって言われてた。ドブの匂いするってなんか女生主言われてめっちゃ気にしてシュッシュしてたよ。なんか香水かなんか結構ニコ生の女の人も結構辛口が多いから、ね、そう、あのニンニク食べただけで臭いって言いかねないから、息臭かったって言われる。一人の時はいいけど、こういう人と会う可能性がある、ニンニク控えよう。どれがいいんだろう。細麺でいいかな。太麺、極太麺でも気になるな。うどんみたいな感じ。平打ち麺もいいかな。平打ち麺にするか。関係ねえだ、ニンニク入れろ。いや入れない、入れたいけど。極太麺にするか。フレーズ的にどうせ誰も来ない。あんまりありませんからね。ちょっと待ちましょう、今お客様増えちゃって。ニンニクにしようかな。いや臭い、結構臭いからやめとこう。なしです。このあとワンチャンフュージョンあるかもだから。フュージョンあると思う。みんなあ、すいません、お客様失礼します。ここでお会計でございます。先にお会計させてください。1個400円でございます。はい、はい、500円でございます。100円のお返しでございます。はい、最後ガチャガチャ用のコイン。ガチャガチャ、どこでガチャガチャする。最後にあります。最後、はい、麺を選びください。極太麺、すげえ。はい、で、はい、スープを選びください。こってり醤油。はい、でこちらから3種類ですね。こちらから1つ、はい、でか切り白菜。はい、シャキシャキもやし。はい、どっさり九条種ネギ。九条種類。ニンニク、ニンニクなし。こんな感じ。こんな細かく選べるんだね。こうやって作ってくるの。カップラーメンを作ってくれる。はい、ありがとうございます。これ作ってくれるの？お湯ないの？今食べれない。ここで蓋をする。え、これどこで食べんの？お湯は入れれるんですか？はい、お湯はどっかで入れれるんですか？お湯、こちらもお持ち帰り用のやつ。あ、お持ち帰り用なの。はい、そうなんです。今食えないんだ。今食べれる。ここでしか少なくとも、この水では食べれないので。あ、はい、そうなんだ。どうやって食べればいいんだ。そう、持って帰るだけなんだ。はい、一応そういうお土産なので。なるほど、わかりました。ありがとうございました。そうなの。今食おうと思ったら、何？また底面の形したマグネットとなります。あ、マグネット。これもらったらいいの？はい、ありがとうございました。今食いたいんだけど汁物。いらないよこんなの。荷物なる。荷物なんか捨てようかな。いらないっすね。バッチ捨てよう。生で食うしかないの。食べ物はちょっと荷物なるから今食うしかないね。これお湯なしで。なんでなの。最悪じゃん。丸かじりするしかないじゃん。長澤まさみと安倍貞夫が出て、安倍博士だっけ、
その映画マザーって生の麺かじるシーンあったけど、そんな感じになっちゃうよ。まあでも生でも食えるからね、最悪やん。丸かじりするしかない。やるじゃん凄麺って。全然やらないよ。せめて細麺にすればよかった、丸かじりするなら。小麦粉の塊食うようなもんだぞ。なんかひっついてるし、どうやって食うのこれ。ひどいな。さすがに食べずに捨てるのは良くないから、これで食うしかない。まずは火薬。味濃いな。まあ、まずいな。味濃いし。あんな辛いな。味濃いよ。もやしはうまいかな。もやしに絡めて。もやしはうまい。辛っ。まずい。やっぱ冬ないとまずいな。これは食えないな。ベビースターラーメンみたいになるかと思ったけど。
然無理。お湯ないとまずい。お湯入れてくれなかった。持ち帰り専用だったから荷物になるからさ。味濃いし、持ち帰りだった。どうぞ乾くね。なんかドリンクないかな。美味しくない。持ち帰れない。だってカバン持ってきてないもん。お腹壊すかな。お茶入れたら。確かにお水入れてふやかしたらもうちょっと増えるかな。食えないわこれ。きつい。食べれないもん。お湯入れてくれなかった。無理だ。もうちょっと美味しかったのに。ダメだ。捨てます。麺拾ったよ。麺拾った。閲覧少なくねって 1K 行くのにどれだけ俺が苦労したか。こっちだ。4000円もはたいたんだよ、この 1K 取るため。俺の努力をね、けなすな。4000円も払ったんだぞ、この一瞬の閲覧数で。お湯が欲しかった。カップラーメンはお湯を入れないとまずいです。これ教訓ですね。まずかった。トイレ行っていい？みんな。トイレ行こう。誰かのとこ行ったら増える。増えないよ。エナコメントしてる？なんなのエナは。さっき枠やってたじゃん。 LINE 返せ。もう俺のことは諦めてくれ。ルイージとまた絡んでもらったらええやん。あと友やつもあるだろ、ターン的には。まあ面白くなるとは思えんが、まあいいんじゃない。 LINE は返しません。本はあのね、個人 LINE をねブロックしたら次はあの誰でも LINE の方にも来たからね。急遽誰でも LINE もブロックしないとダメだな。まだ恩田ちゃんの方がなんかねディスらんかったからさ。まあ俺が怖かったんかもしれんけどさ、俺が怒ったら怖いって知ってるから。ちょっと待ってね、みんなトイレ行くね。
地べた座って。サンケテツはめっちゃマウント取るんで、やっちょもだからそれにならないように頑張ってきたんだよ今まで。外出たらって、外出ても何もないよ道しか。なるほどね。またコラボしてごめんね。やだわ、ルイジ抱かれたり本命もデートしてくれるし、いいや、俺やなくても大阪行っても寄らん、抱かれてません。イチャイチャしてたら子供がぐずるって言ってたぞ。そんな嘘をよく平気で言えるな。本田ちゃんともコラボしないつもり？そうやな、ブロックはしない。本田は一番やっちょ好きって言ってるからコラボやあったりはしないかな。配信で見たりコラボ招待は出るかな。M タはしょっちゅうルイジとコラボしてるのにいいんだね。エミ太郎は友達やし閲覧結果出してるから、閲覧結果出してもいい。この絵文字なんやねん、ムキムキのハムスター。晒すのやめなって。いやいや、もう向こうが見てって言ったんだよ配信中に。何言ってんの、バカ言ってんじゃないよ。晒すの良くないよって。いやいや、晒してって言ってるようなもんでしょ。何言ってんの、おかしいよ言ってること。いや前からだから俺に送るときは晒されると思ってよ、だから晒されると思ってって言ってるでしょ前から。さっきの麺が歯に、いつものことだけど今までやってないやったら分かるけど、今までやってたでしょそれ。3時間の業務が2時間で終わっても他に何ができますかという、そういうサービス精神があります。ここで喋るってマジ難しいよな、すごいと思う。まあ、これぐらいの自由な配信がいいね。案件になるのは困る。VTuber 鈴木さんと鈴木さんの歌を学習した赤村ひびきちゃんがそれぞれパート分けして、はい、はい、ありがとうございました。オタクの集まり非常に便利になるだろうなというふうに思いました。で一方で、このパートの皆さんはどっちが鈴木でどっちが響きなのかを聞いて行われていると、声優さんかな、はい、VTuber かわいいね VTuber。 こんなぬいぐるみに負けてよ、リラックマン人気が。ひーちゃん帰った、知らん、なんか歌ってたよ。森に真っ暗な空間で聴きたいときはぜひ篠谷渡辺の独演会遊びに来て。あとあの YouTube もやってるから YouTube も見に来て。今日は一つお試しでございます。篠谷はどんな話するんだろうというのをお試しで聞いてくる。やばい、今日も米ピタだ、引退したくなる。頑張っても頑張っても、他枠では面白いって言われるのに自枠だと面白いって言われない。友達になってくださいって。だからえなちゃんは見た目もちょっとね悪くなってきてるよ、俺が会った時は。だあのずっと引きこもってるしね、
ちょっとダイエットした方がいいんじゃない。見た目もちょっとタイプじゃなくなってきてる。エミタロの方がまだね、1号の方が2号よりダイエットもなってるしね。まああれはちょっと体調悪いかもしれない、閲覧もあるし。だルイージにいなよ。だ俺に粘着しないでルイージ粘着したい。じゃそっちの方が盛り上がるよ。俺みたいなオワコンとかね、もうほっといたらいい。自分の腹わかる。いやでもタイよりは細くなったよ。タイよりはあっちの方がかっこいいんだったら、初めからルイージとそんなんせんかったよかった。ルイージの後とか嫌だし、あと遠いし、あと子供暴れまくるし、枚方まで行けません。やめたらちょっとお酒でお腹だけポッコリだけど、顔とかちょっと痩せてきたよ。ホビットのとこ行けって言ってよリスナー。だから友やつでいいじゃん、とりあえず。どうせ俺と仲良くしても次友やつとなんかそういうのするんだからさね、かっこいいって言って。友やつかっこいいと思わんけどな、顔は。そういう美的センスなんですから。俺のことかっこいいっていうのも信じられないわ。誰でもかっこいいでしょ。ルイージにもフュージョンする時点で、その時点で誰でもいいんだ。かわいい。こんな子だったらいい。こんな子がいい俺も。えなちゃん、おんだちゃんよ。えなちゃん、おんだちゃんも微妙だから。めっちゃ惜しいなみたいな。あこれ取られたって言うほど損害はない。そこまで損害はない。もともと会ってなかったし、大阪とか行かんし、なかなか、まあ、大阪行ってももう寄らないかな。本田ちゃんの子供はやっちょに懐いてたから、そこだけはちょっと気がかりだけど、まあリスナーとしてこれから応援してくれって感じ。バク転すごいって言ってた。そう、本田ちゃんの子供は可愛いよ、ハックンみたいな感じ。深夜にはミモレモンちゃんがいる。いやミモレモンちゃん、まあ昨日は電話してくれたけど、普段閲覧さんでふわっちを20時間ぐらいするらしい。コーヒーとか飲まないと20時間ぐらい寝ちゃうんだって。そのエピソードも可愛いよ。寝すぎちゃうからって理由でコーヒーとか飲むよ普段から。よくは緑いるんじゃない。ちょっと危ない、また変態仮面がいた。変態仮面映すとバンなりする。映し込めない。チュグミは絡んでないでしょ。あのうどんみたいな紐のズボンの人でしょ。かかってこないじゃんあれから。チュグミって人も大阪だっけ。さっきのマールちゃんも大阪なんだよな。いやフレッシュで可愛い子ね、若くて。いないかな新しい女配信者。クランちゃんめっちゃいい子になったよ。そう最初の時は結構エナちゃんの子供みたい暴れまくりでさ、すごい暴力的だったけど、なんか2回目会った時はいい子だったよ。なんかおとなしかったよ前よりは。絡みやすくなった。4時から緑ステージ。あそうなんだ。ステージ行ってもね聞こえないんだよマイクが。なんか音質悪い。もうちょっとそこにお金かけろよな。ニコニコ超会年々小規模になってる。
ね、なんだかんだ毎年来てるけどさ、だんだん小規模だよ。お金かけなさすぎやろ。ここは幕張メッセ、ニコニコ生放送とかニコニコ動画で有名な小会議というイベントです。毎年やってます。コミケみたいな感じ。それが超会議。なんか配信してもあんま映えるスポットないんだよな。いつも文句言いながら来てるから。前の方がまだ体感できる配信のネタになりそうなブースいっぱいあったんだけど、今年はなんもないな。ほんとお湯のないラーメン食べるとこぐらいやろ。取れ高あった。お土産ですっつって、いやニコ生は頑張らない。ブースもし出せって言われても出さないね俺は。出さない、惨めすぎるから。結果がまあ、無理でしょ炎上系は。そやな、こういう公式とか TikTok も出れないでしょ。革命乗って見て回ってた奴ら2万人。いや他の人に迷惑かかる。ニコニコ超会議可愛い子映るかなってちょくちょくルイジが見に来るんだ。マリンちゃんたちの人生見ていきましょう。まずは2002年のちょくちょく入ってくるんだ。こちらね、2002年に生まれるんだよね。はい、私は2002年生まれる。配信者のブース行く。そして5歳の時のエピソードはこちらです。ヤギと出会う。酒飲もう。ラジオで言ってましたね。酒飲んでも楽しくない。暴れるだけだもん。そうですね。フラピカだ。フラピカ。あれ？フラピカ。なんか仮装してマスクするのは微妙やね。野田通りは会ってないね。今日は昨日は2回ぐらい会ったけど喋ってない。ここどこあんのよ。ミニモニのコスプレがいる。ちょっと太ましい。ミニでもないしデカモニかな。ビューグルハルフ。あの世にぎわってるね。ここは天国行き、地獄行きはもっとやばいよ。天国行きだからにぎわってる。これ公式サイトでもやってる超フードコート、闇鍋的な。これ食べれるのかな。またカレー。何が入ってるか分かんない。カレー食う。昨日食べたカレーより何が入ってるか分からない。
全然並んでないから、カレー空港、どこから並びます？ここからバーって行けばいいですか？すげえ完璧に尺守ってくれてる。偉いもんやな、2人ともやってると。素晴らしい。さあ、確かにね、切れ味がいい。カッター欲しい。ね、なんで誰が上のクリニックやさあ続いて姫野さんからいただきました。ありがとう。岡山桃太郎トマト、何が入ってるか分かる。800円の方で、はい、かしこまりました。失敗失敗よー。パッパー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 こっち、こっちが、はい、お客様の土産をお返しです。ありがとうございます。ありがとうございます。出荷です。出荷よー。フリー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 ね、今マイク入ってないですか？入ってないのか、ね、タイミング悪かったな。フリーザさん感想言ってくれよ。入ってました。入ってますかね。お客さんカメラちょっと切り替えてみましょう。タイミング悪かったな。フリーザ様ちょっとこっちカメラ。フリーザ様ちょっとこっちカメラ。フリーザ五条悟りもいますね。お前後ろの。フリーザ様フリーザ様フリーザ様美味しい？カレーの感想お願いします。モリモリ言ってる。どうですか？フリーザ人気でいいの。フリーザ様に褒められたカレー。すごい、よかったな。すごい。どうですか？野菜いっぱい入ってますけど、イラッとしません？ベジタブル大丈夫なんですね。あんなにサイヤ人嫌いやったのに。大丈夫ですか？人参とか入ってて怒ってません？大丈夫ですか？人参腹立ちませんか？大丈夫ですか？腹じゃないですか？好きなのね。カカロットは嫌いやけど人参は好きなのね。なんて優しい。違う、第7宇宙じゃない。宇宙から来たの。あ、後ろ完食ありがとう。クリーン様ありがとうございました。なんて優しい。丸くなったフリーザ様。丸くなってる。腰かされたんかな。素晴らしいね。あ、はい、ありがとうございます。顔だけ映ってる。深夜庁って書かれんかったの。公式映ったわ。やっちょって書かれてた。誰も気づいてなかったよ、公式。やな、滑り倒す面白くないもん、あの MC。 帽子で見えない。一覧さん来たなんてみんな気づかない。一応1万人行ったことあるんだけど。いただきます。これ何が、なんか焦げた匂いするぞ。昨日食べたカレーとどっちが美味しいか。でも具がいっぱい入ってる。変なの入ってないかな。闇鍋的な、なんか匂いが焦げた匂いするな。いただきます。うん、うまい。何カレー、なんだろうね。超会議のなんか闇鍋的な感じで、なんかいろんな具を入れるコーナーがある、毎年恒例の、うん、ちょっと辛いな。でも子供食えないわ。具がいっぱい入ってていいよ。でも肉が、昨日食べたカレーよりうまいかも。あー、ありがとう。ありがとう。うまい。ドリンク欲しいけど、ドリンク売ってないんだよ。Whoa!
辛い。厚底のプリンってない。うん、見た時期に服従さっき喧嘩してたんじゃない。すごいな、ぶっちぎりやな。エミタル4000、ランマル3000、トキシズカ15人、トモヤツ63人、モア君42人。もうエミタルとランマルの2人やな、一騎打ちやな。新野球854人。大原は味覚障害でウインナーが入ってると全部うまいっていう、まあ、ウインナーうまいから、ウインナー入ってないのがダメだ。何で怒られてたの、エミタルは引きちゃう。すき焼きウインナー入ってたらよかった。いや、すき焼きはだからお肉だ、お肉が美味しくなかった、あれ。もげると閲覧取れる。ああ、朝食器洗ってたフワッチのコップはあった。あ、それで喧嘩だった。え、あ、やっちょとしきちゃん LINE で煽ったことあ、それ今頃、それで怒ったんだ、まあ、あれ俺がやらしたんだけど。あ、桐崎英二パパ来た。なんか友やつが桐崎英二ママとなんかたい焼きかなの店かな、なんかね、いてました、ね。でもかかる、原型がないよね、顔の。エイジとよく絡んでる、ヘリウムガスみたいな声したヘリウムくんっているんだけど、なんかコメント欄にどこどこのたい焼きじゃんないのみたいな残してる。 TikTok だとモフモフクラブだっけと仲いい人やな、ヘリウムくん。どこに捨てたらいいやろ、ゴミ捨てたいな。マスカットはちみつ、ブラックスープ、サバ丼、ここら辺ないかな、ゴミ箱。あ、もっと入りますよ。はい、角砂糖入りおもちゃさんからなりました。ゴミ箱どこにあります、ソコスの壁沿いのあちら側とかに。あちら辺あるかも。ありがとうございます。はい、これコーチもう食べた。ドリンク飲みたいね。食べるの早いよ、職業柄あんまり長々と食べない。金子猫に合わないの。あ、会ってみたいね、俺のリスナーやもん。またよろしくね、やちくんね。またあの来月行くんすよ、金沢。またあ、石川の地震関係のお手伝いできたら。はい、ファンなんです。あ、ありがとうございます。ちょっと一緒に映って。はい、あ、全然配信者なんですか。ああ、私のこと覚えてないですか。あ、覚えてるか。なんか去年変なことしてた人だよね。なんだっけ。そうです。何してたっけ。なんかまあなんか叫んだりとか。叫んだりしてたよね、去年かな。あ、新谷さん2年前覚えてるわ。なんか、うん、なんか写真いいですか。はい、私一緒に撮ればいいの。覚えてる。一緒にじゃなくて、一緒じゃなくて、すごい人通るか、ここ止まらない方がいいね。また迷惑って言われて移動しましょう。そう、俺らが渋滞の元だった。羨ましいなと思ってて。何が？かっこいい。結構リスナーからお金もらった。ああ、お金最近もらわないけど。かっこいいなと。ありがとうございます。僕と写真。はい、いいっすよ。僕だけでいいんですか。はい。できれば。はい、
がとう。ホットファンなんで、私はジョーカー CH という名前でやってる。え、ジョーカー、はい、で、カタカナでジョーカーで CH、名前しょっちゅう変えてるんですけど、そう、浸透する前に変えちゃダメでしょ。名前決まらなくて、決まってないんだ。明日ポカポカっていう番組してます。ポカポカ、明日だから結構番組映れるんですけど、新やつさんにいいことを映り込み YouTuber みたいな感じなんです。そうです、勇敢みたいな感じ。勇敢です。勇敢、オレンジも来たことある。でも最近映り込みやってないですね、ポカポカ。あの人、はい、あ、そうなんだ。何したんですか勇敢は。なんか男か女かはっきり分かんない感じでしょ。まあそうですね、うん、私も勇敢と話したことあって。あ、そうなんだ。私もポカポカとか映ったことあるんですけど、うん、ああ、映り込みでね。明日ポカポカあるんですけど、うん、はい、新やつさんが映りたいと思わないですか。あんな映ったところで別に映りたいと思わない。結構インタビューとか答えてるじゃない。インタビューね、まあ生中継で私も結構インタビュー、うん、私のインタビュー結構。あ、そうなんだ。たまたま通りがかって あればいいけど、それわざわざ行ってまではしないから。あ、そうなんです、うん、あ、ジョーカーって書いて CH って YouTube とか X 主にやってて、 YouTube X 主にやってて。なるほど。インスタもやってますけど。なるほどね。うん。らしいです。X は。やっぱ変なことすると。あ、そうだね。忙しいと思う。はい、ありがとうね、声かけてくれて。ね、ありがとう。すごい、カバン多いね。よし、どうしよう。ポカポカって聞いて、なんか一人で。喋らん方が面白いかもね。不思議な人だわ。何したっけな、去年なんかね、なんかしてたんだよね。なんか叫んだり、ちょっと変な子でね。これ変な人には人気やね。変な人の中では王者だから。ポカポカって知らんな。ヒルナンデスみたいな。ジョーカーはカタカナで CH が小文字で、はい、あ、そうなんですね。本当に、はい、今はあのニコ生とクワッチもバンになったんですよ。あ、僕ですか。誰、 あなたが。シアトさん。あ、僕はクワッチツイキャスバンです。 YouTube ニコ生は、ニコ生はできます。ニコ生はできますね。頑張ってください。はい、配信者のあのたまるブースどこかわからんな。わかりづらいんだよ。ドリンクがないんだよね。全品700円、お値段下がってます。ドリンクがない。どっか売ってないかな。配信の前で変なことするならわかるけどね。配信外では変なことやらん。配信外で変なことやっても誰も得しない。ドリンクが全くないな。こんなにないドリンク。俺は演じてるよ。めちゃめちゃ真面目だもん、ネワ。真面目すぎるから変なことも真面目にやってる。あ、ここだ。ドリンク飲みたい。ここじゃないか。またちゃうか。ここじゃない。ここじゃないか。見てた。今で何時？あ、なんだこれ。サブスク？
このタイミングで。なんで？エリネームね。うん。同じとこぐるぐる来てんな俺。向こう側行きたいな。今どこにいるんだ俺。向こう側行くか。16時ね。今日も6時までかな。18時まで。今日何時までだろう。2日目も18時で終わりかな。こんにちは、推しの子のキャラクターと写真撮ります。誰も教えてくれない、誰も聞こえない、誰も答えてくれない、壊れかけの家賃よ。17時です。え、17時に閉まるの？今日何時？1時間早く終わる？マジで？じゃあもうあと1時間で終わりなの？全然盛り上がってないじゃん。夜の方が盛り上がりそうやけどな、こういうのって。17時までなんだ。2日目毎回そう。また蛍の光流れて終わりか。毎年そうだよ。そうなの？初めて知った。どっちだ、こっちかな。歳入重要スタンプ。野田いっぱい解雇と絡んでる。いいな、それが俺もやりたかった。そう、解雇いっぱい来るよね。生主として俺は人気が出なかったから。TikTok で人気でもダメだね。ドリンクね、そうやな、自販ならあるかも。自販で飲むしかないな。ちょっと今飲みきりたい。ちっちゃいの。ちっちゃくても110円なんだ。足いて、座るとこないかな。疲れた。こんにちは。プロマッチョ新社長。すごい可愛いこの子。配信者なのかな。なんかランキングのフレームついてるし。プロマッチョ社長って俺の名前似てるね。可愛いね。フォローバックしとこう。5400フォロワー。あ、みずにゃん、みずにゃん5月1日でいい？男祭り。みずにゃん来れる時で、多分ポルポンも来れると思うけど、何人来るかな。まだ誘ってないんだよ。あと山ちゃんが来たいって言ってて、 4,5 人は欲しいね。5月1日でいいかな。やっちょハウス昼の12時から夜12時までいつ来てもいいみたいな。うん、たくまも来たいって言ってたわ。たくまか。TikTok だからね。
だ後半 TikTok、 あ、じゃあ前半 TikTok、 後半 Twitch で変えてもいいかもね。 Twitch の時も下ネタでも過激なことでもできるから、悩むよね、どうしよう。俺も行くね、ダメだよ、ある程度俺が知ってる人とか。いや、リスナーさん来たらぐだるからダメだよ。5月1日で来るかな、たくまやっちょ好きだから。あ、何をするかな。しきさんはエミタロに新やっちょのこと好きと言わないでよって怒ってた。そういうとこは可愛いよね。でもしきちゃんもいろいろなんかエミタロみたいにあっちにイチャイチャこっちにイチャイチャってするけど、でもしきちゃんなんて明らかにネタじゃん、そこまでいかないじゃん最後まで。エミタロはもうガチで言ってんじゃん。エミタロ 5K、 そっちに座れて俺の閲覧が。好きが好きで言わないでって言った、エミタロ友達としか思ってないからあげますって言ってた。そうそうそう、だからお友達だって俺も言ってんじゃん。しきちゃん深夜ちょ大好きってよね。最近どうしたんだ。おめがくんとイチャイチャしてたよ。ルイジのあのイチャイチャネタじゃん。あげます。でも絶対またエミタロも絡んでくると思う。揉めるからあえてそっちで行ってんじゃん。最近イチャイチャ歯医者流行るかい。歯医者の人とそういう関係らしい。ルイジのネタってわかるよね、あの絡み方。なんか髪の匂いをこうやってかばすみたいなのやってたよ。エミタル友達じゃないよ、やっちょが大好きや昔から。エミタロもしきちゃんも長いからね、絡んで安心する2人だ。やっちは女性にベタベタしないからモテるんだよ。モテる人は自分からベタベタしないよ。いや、ベタベタした方がモテる。ああいうナイスとかルイージみたいな、もう性欲むき出しみたいな。でも TikTok 向きではないから難しいよ。いろいろ言われるしね、セクハラ、パワハラ、どうたらどうたら、大ハラとかさ。あんなモテって言わない？え、でも2日連続フュージョンしてんだよ、ルイージ。モテてるくない？しかも俺のお下がり。ね。俺でも最高4日か5日連続違う女日替わりで行ったことある、日替わりで。全く配信とか映ってない人で。普通はだってああいう配信外だからね、そういうの。配信でやるのはもうあくまでネタだよ、エミタロムシキちゃん。配信プラスプライベートでってなかなかいない。そう、配信外でそういうのはするから、配信映す時点である程度そういう女芸というかネタで絡んでるからね。金子猫じゃん。深夜中どこ？なんか金子猫に合わないのって言われたね、確か。金子猫もニコ生主なんだよな。生主の金子探してる？嬉しいな、会おうよ。
金子猫にしかモテんやん、まあ、マールちゃんは会えたけどそこまでやっちょ好きって感じしなかった。金子猫ちゃんはちょっとなんかずっと俺の X とかもコメントくれたりとかね、昔から会ったことないけど。ポリスのウユはお前から逃げてる。そうなの、逆に去年は一緒に遊んだのにね。なんでそんな嫌われたんだろう。何もしないのにね。よし展開来た。まあ金子猫ちゃん逆にどこいんだ。今7番ゲートいるけどね、配信者のあの集まるとこに行こうかなと思ってる。コロアキ会ってないね昨日。なんかいたらしいね。なんか帰る時もちょっと迷ったんだよ、結局帰り道わからんかった。配信者ブースどこかわかんないんだよ、わかりづらい場所。今回配信者ブースねまだ一度も行ってない。一番あそこがリア突しやすい場所なんだけどね。今ホール7ってとこ。猫持ち帰り OK。 そうなの。金子猫ちゃんなんか忍法とか大ちゃんマンとかあそこら辺とも絡んでるよね。金子猫ちゃんはまあ綺麗な方なんじゃない。実物は分かんないけど。ちょっとでも下ネタが TikTok ダメだからバンさせられそうで怖い。配信者ブースどこか分からない。どこなんだ。場所がわからん。みどりさんとサンジさんのところ、そこがどこなんだろうな。昨日行ったけど覚えられない。サンジさんは喋ったことあるね。お、シキヤッチョのタイを思い出す、ウェディングドレス。こういう格好したかった俺も、このクオリティ。あれかな、これっぽくね。配信者ブース、これっぽい。違う違うか。ここかわからん。状態で言ってもつまんねえ。未経験だからこそ初めての体験ができてわかるんだろ。インターネットで調べてどんな場所とかどんなとことか分かった状態で言ってもさ、想像できるだろ。ファーストインプレッションを大切に。わかんないよ何周しても。
顔はワイプでいい。